無人化、これ全部スケールアップ。週刊ビッグハッピー、どうも大高です。今回も半導体産業に関して2回目と、このトピックを取り上げていきたいと思います。一つはですね、どうだろう、半導体やっぱ難しいのは需給をマッチングさせるっていうのは非常に難しいんですね。どれだけ需要が上がっていくのかと、それに対して供給はと、でプラスコスト価格はどうなんだというようなところが、まあ、マーケットとこう本当は同期して動かないといけないんですけども、その間にギャップができるわけですね。在庫が溜まっちゃったとか、逆に物が足りなくてお客様がセットを作れないというようなことが起こると。これ需給マッチングをどうやってうまく取るのかっていうこと、これは私がシーズン1でお話をした食ロスの話と実はつながったりするわけですよね。食品はやはり欠品があっちゃいけない、流通業は欠品があっちゃいけないと。なのでどうしても多めに作ってしまって、まあ、それがロスにつながっている。実は半導体もですね、多めに作っちゃったらそれ不動在庫になったりとかして、まあ、下手をすると捨てないといけなくなっちゃうというようなことになります。まあ、こういう需給マッチングが一つ課題ありますね。あと製造工程、製造工期は長いんですね。短いものでもまあ数週間、まあ、長いものですと2ヶ月ぐらいかかります。要するにウェハーっていう、まあ、今12インチなので30センチぐらいのこんな大きなお皿状のですね、円盤の中にチップを仕込んで作っていくんですけども、まあ、それをクリーンルーム、工場に投入してから本当の半導体のチップの絵柄になって上がってくるまで、これが長いものですと、まあ、1ヶ月以上かかるということですね。つまり工期が長いということは、さっき言った需給マッチングとも非常にリンクするわけです。また野菜の話しますけど、レタス3週間ですよね。今高密度の工場野菜ができ始めましたけども、やっぱり発芽から収穫までは3週間かかるんです。よく似てるんですよ。だこの間どうするんだと、需要と供給のマッチングをどう取るんだというようなところが、まあ、あります。後で機能が追加できる、もしくは機能を入れられるっていうトレンドもございます。半導体の特徴で中にメモリーっていう、まあ、素子空間を持つことによってですね、まあ、そこに後でプログラムを入れたりとか、もしくはプログラムをアップデートすることによって機能がバージョンアップするということができます。これ皆さんのスマホとかパソコンとかお持ちでしたら、まあ、結構頻繁にアップグレードされますよね。なんか 3D グラフィックがもうちょっと精細になるとか、セキュリティを強化しましたとか、いろんなアップデートの情報があると思うんですけど、それはハードウェア変わらないですよね。もう皆さんのスマホそのものになっている、まあ、パソコンそのもので、ただダウンロードしてくるソフトウェアがアップデートされて機能が向上するということですね。だから器はあるんだけども、より便利にするための仕掛けがそこにあると。これも一つの特徴です。さらにはですね、バリエーションが多いんですよ。一つの製品なんだけども、それがですね、例えばパッケージとか、パッケージっていうとこう黒い樹脂に入ってるんですけども、まあ、プラスチック、まあ、チップっていうのはシリコンでできてるんですけどね、まあ、そのままだと信頼性的に持たないので、まあ、それを樹脂で風刺して、でハンダ付けできる足を出すんですけども、まあ、その樹脂風刺した形の大きさがですね、もういろんなバージョンがあるということですね。小さいものから平たいもの、薄いもの、まあ、四角いもの、長方形のものがあったりするんですけども、まあ、そういうバリエーションが用途によって、まあ、要求事項が違うというので、チップは同じでも実はパッケージのサイズとか大きさ、形状が随分変わってくると。それから熱を逃がさないといけないためになんかヒートシンクつけるとかですね、まあ、そういうこともあるんですね。でさらにはですね、梱包ですね、何個単位で販売するんだということですね。昔はこういうスティックって言って、棒状 のレールの中に半導体入れてですね、まあ、10本単位とか20本単位で流通してたんですけど もう最近はテープ&リールということで、テープ状になってるんですね。ポケットがあって上シールして中に半導体が入ってるって言うんですけども、まあ、こういうものがですね、まあ、500個単位とか1万個単位とかっていう形でテープとリールに巻いてあると。ということはチップ1個開発したんだけども、そのバリエーションがもう何十と増えるわけです。これ生産管理とか、あと流通管理含めてものづくりのバランスとか、工場稼働 のモニタリングとか、いろんなところでその参考になるものづくりっていうのがあるんではないかなと思います。例えばお菓子なんかも、まあ、チョコレート一粒、アーモンドチョコみたいなのあったとすると、それを何個単位に梱包するのかと、包装するのかとか、それをどういうパッケージに入れるのかとか、こういろんなバリエーションが多分出てくるんですね。まあ、そういうところ、実は半導体っていうのは、まあ、昔からですね、お客さんの要求に応じて対応してたっていうのは特徴になります。さらにはですね、物は同じなんだけど高品質化っていうのを謳うと。これはどういうことかというと、
当然製造工程きちんと管理してイレギュラーなものが出ないように、これは日々の一般的な製品もそういう活動はしてるんですけども、人命を預かるような機器装置、そういうところにお納めする半導体っていうのはやはり高品質でお届けしないといけないということなので、市場に出す前に煮たり焼いたりするということですね。分かりやすく言うと、若干高温にさらしてですね、その高温環境下で厳しい環境の中に置いてみてですね、その半導体デバイスが劣化が早く来ないかとかですね、異常な動き方をしないかっていうのをチェックすると、それをこうスクリーニングをかけて、でそこからいいものだけを出荷していくというような感じですね。でなおかつトレーサビリティですね、どの製造装置で、いつ作ったかというような、材料はどこから仕入れている材料なのかというのを全部含めたエビデンスをですね、そこに履歴として乗っけてトレースできるような状態でお客様に出荷するということですね。トレーサビリティというのも実はポイントになります。いろんな多分その半導体のビジネスがですね、ヒントになることがあるんではないかなと思いますね。さらにはですね、ぶどまりという考え方ですね。何個いいものが取れるかっていうことですよ。本来100取れないと、本来100取れればベストっていうかね、パーフェクトだというような状態を皆さん製造だと目指すんですけども、半導体って結構ですね、なかなか100を取るのは難しいことがあって、最小 10%、20% しか取れない。つまり100個取れるはずのものが 2、30個しか良品っていうかですね、世の中に出していいものそれしか取れないというようなことがございます。これはやはり製造のですね、レシピをきちんと安定するまで、もしくはきちんと製造設備の条件がアジャストできるようになるまでですね、少し時間かかったりする、本格量産するためにで、いろんな誤差が途中工程にありますので、そういうものをこう流しながらですね、生産を安定化させて、そうするとぶどまりっていう考え方が上がってきて、100取れるものがほぼ100取れるようになってくると、これ当然コストがですね、安くなるっていうことなんですよね。半導体はそもそも100取れない前提です。ほとんどのものが安いなんですか、コモディティのものは別ですけども、例えばそのアップルとかクアルコムとかが開発している SOC とかを受託開発させてもですね、それからメモリーなんかもですね、デイラブナンドフラッシュなんでもそうなんですけども、ぶどまり 100% で作り続けるってありえないですね。なのでなぜ半導体って多量生産するとコストが下がるのかっていうと、多量生産すればするほどぶどまりが上がってくるんですよ。生産性が習熟してくるっていうことなんですね。最初は 2、30% しかなかった、場合によっては 50% しかなかった、 50% しか取れなかったのが70、80、90で取れるようになってくる。そうするとどんどん、取れ高が上がるっていうことは捨てるものがなくなっていくっていうか、無駄がなくなるわけですから、コストが安くなる、こういうことです。で用途ですね。じゃあその半導体を使ってる用途でもヒントがあります。これ何かっていうと、半導体ってスケーラブルな用途に対応するんですよ。例えばディスプレイですね、小さなスマートウォッチについているディスプレイもあれば、カメラの後ろについている背面ディスプレイもあれば、パソコン、スマホ、さらには大画面テレビってありますよね。でディスプレイを駆動するセンタープロセッサーっていうか、これはもう多分ほとんど同じのものが使えたりするんですね。あとはドライバーって言いましょうか、その液晶とか有機EL を駆動するための回路をちょっと特殊なものを入れるけどもと、そういうものを大きい画面であるか小さい画面であっても、半導体っていうのは迅速に対応することができるっていうのは一つのポイントですね。例えばこれが適用できるのがグリーンニューディールって言いましょうか、再生可能エネルギーの分野、太陽光発電、小さい発電からもう本当に大きいメガソーラーまで、そこに集める電力、インバーターとかどうするんだっていうような話とか、さらにその電力を蓄えておく電池をですね、小さい電池から大きな電池、さらには巨大なインフラの電池まで、いろんな電池があるわけですね。これ全部スケーラブです。そういうことを考えていくと、スケールに応じてですね、そのデザインを変え、フレキシブルに変え、ジャストフィットするような設計開発で市場に提供していくっていうのが、半導体の得意分野でもあるということですね。日本もですね、もっともっと弊社も含めて半導体頑張っていきたいとは思うんですけども、他にも生かす道というのがありますから、我々のナレッジを使ってですね、いろんなところにこう提案ができると、非常に面白いんじゃないかなと。それから無人工場っていうのは基本なんですよ、半導体ね。埃を嫌うと、埃を嫌うっていうことはどういうことかというと、人がそこの現場にいることを嫌うわけです。人って埃だらけなんで、
どんなスーツ、防護スーツみたいなの着てもですね、やっぱり眉毛が出てるねとかね、ちょっと髪の毛が出てるねとかいうようなことが出てくると、もうそれがホコリの原因になって半導体のぶどまりが低下する、先ほどのぶどまりが低下する、で不良品が出ちゃうというようなことになるんですね。なので無人化、まあ、無菌とまでは言わないですけども、無人化工場、まあ、クリーンルームという言い方もしますけども、まあ、そういう意味でいくと、これから始まるバイオとかワクチン製造とか、なんかそういう現場ですね、薬とか創薬とか、まあ、いろんなところで実は半導体の工場の運用っていうのは役立つんではないかなと、まあ、そしてそこに入っている設備の、まあ、運営とかですね、場合によってはロボット化っていうところも含めて、工場内搬送装置はどうなってんだとかですね、まあ、そういうことも含めて非常にこう使える技術がそこには眠っているというふうに思います。あと最近ではですね、その半導体で作る素子デバイスのですね、設計情報、設計段階からですね、シミュレーションをするためのツールっていうものをどんどん開発してですね、ものにする前から一応シミュレーションツールでその半導体の挙動がですね、再現できるというようなものもでき始めているんですね。そうすればそのツールを使ってですね、最終的にお客さんもそのツールを使って、半導体をもしここにこういうふうな半導体を入れたらセット全体の動き方はこうなるっていうシミュレーションもできるようになる、まあ、なんか夢のようなものがなくてもできるんだ、まあ、仮想現実みたいな話に近いですけど、まあ、そういうこともできているので、我々としてはですね、そのモデルパラメータとかパラメータデータとか、まあ、いろんな言い方がしますけども、そのモデリングされたそのシミュレーションツールの情報をですね、まあ、お客さんにまあ提供したり、まあ、ウェブで情報を流したりということも始めたりしているということですね。ですから、そういう設計情報をユーザーに使えるような形で開示することによって、手元に物がなくてもですね、シミュレーションがですね、簡単にできるっていうような世の中も実現するんじゃないかなと思います。大体以上がですね、まあ、半導体に関して他の業種とか業界とか製造業に役立つんではないかなと私がまあ思った視点でございます。ぜひですね、何か使えそうだというのがありましたら書き込みをしていただいて、私の方からもコメント回答を返したいと思います。大光秀明がお届けしました。ありがとうございます。